パフヨオペディルムは、袋状の新弁が特徴的な卵化植物で、溶蘭の一族として知られる。溶蘭としての略称はパフである。地上に根を下ろす地生卵もしくは半着生卵であり、溶蘭では少数派に属する。茎は、ごく短く、葉は、幅広い楕円型で平たく、根質状に重なる。花は、長い家系の先に単独化、少数を水状につける。 花の外三辺の内上向きの弁は幅広く大きくなり、側面の二弁は互いに融合して、新弁の背景になる。内三辺の内側方二弁は細く横に張る。新弁は袋状、または壺状になる。髄中は鞘型で、新弁の口を塞ぐような位置にある。その上面を覆う平らな部分はおしべに由来するもので、粘性はなく仮有髄と呼ばれる。 その仮面の平らな部分が中東にあたる。おしべは基部の左右側面にある。これは普通の欄下では、随中の先端におしべ、基部下側に中東があるという配置と大きく異なり、厚森層赤の特徴である。銅赤の中では、中南米に産するフラグミペディウム属、フラグマイペディアムに共通性が多い。名前は、女神のスリッパを意味する。英語で、 レディースリッパとも、花の形がちょうど女性の靴を思い起こさせる形をしているところから、古くは熊外草、厚森草と同じく厚森草族とされ、この族の学名かな読みのシプリペジウムの名で流通した。現在、葉、カリオシベ、自生場所の違い等によって別の族に分けられている。洋蘭のイメージが強いが、日本での栽培の歴史も浅くはなく、歴史的に、 水戸徳川家のコレクションが有名。現在、このコレクションは、水戸市植物園等で栽培が続いている。また、袋状の花びらが、食中植物を思わせるため、虫を取るとよく言われるが、事実無根である。分布は、東南アジアに集中し、西はインド、南はニューギニア、ブユゲンビル島まで、東はフィリピン、北は中国南部にわたる。ただし、 ここの種の分布域は狭いものが多い。カキのように野生での絶滅が危惧されるものが多いのは、これもその一因である。特に石灰岩地帯に生育するものが多い。多くは地上性だが、一部は樹上に着生するものがある。以下のようなア族に分けられている。演芸的に人気のあるグループであり、洋蘭の中でもカトレアなどと並んで4体洋蘭と称された。なお、古くは、 厚森相続に含めたためにシプリペジウムと表記された。タイプ種の飲酒船は1819年に発見されてすぐにイギリスに持ち込まれ、翌年には開花している。得意な形態のため人目につく、常に褐色は地味だが味わい深く、あるいは色彩が渋みを持った特殊な美しさがあり、気品の高い美しさがある、などと評価が高い。また、 夏季が約1ヶ月と長いことも干渉価値を高めている。古くから様々な交配品種も作られてきた。他方で組織培養による増殖技術が確立されておらず、野生有料個体は交配用の種親として高額で取引される。現在ではワシントン条約によって国際取引が厳しく規制されているが、新発見された飛散種などは 気象価値のみならず、園芸育種における遺伝子資源としての価値も高いため、現在でも違法取引が絶えない。ちなみに1990年1月18日には、パフィオペリルウム属の原種は、一般の卵化植物が属する、付属諸通類から藍類に格上げされている。多くの原種がそのままに栽培されている。中でも、 大輪高崎のロスチャイルディアナムパフ、ロースチャイルドキャナムと丸みのあるピンク花のデレナティパフ。ディレナ体は人気が高く、前者をキング、後者をクイーンと称する場合もある。多くの後輩品種があり、それらを対別するのは難しいが、以下のような区別はある。花色に関しては赤紫に近い赤系、黄色、緑、褐色などが多く、複雑な色合いのものが多い。 模様についても様々だが、改良品種では、背ガ編と、側ワカに、反転の模様を生じる天派なタイプ、背ガ編に、縦筋が顕著なタイプなどが目立つ。ドバシ p 百七十八園芸植物大図館、p 二千八百八十九ドバシ p 百七十八塚本ほか、p 百三千九百九十二年九月一日付で、愛類の欄でも、試験館中で個体、または、 液体の媒置によって作成された未消、または組織培養体であって、無菌の容器で輸送されたもの、いわゆるフラスコナエは人工増殖品であることが明らかなため、ワシントン条約の規制対象外とされた。唐沢 P105。ありがとうございます。